突然フェアリーテイルが解散した。夏も勝手に修行の旅でどこかに行っちゃうし、私はしばらく現実を受け止めることができなかった。あれから1年、ギルドの仲間はそれぞれの道を歩き始めていた。私も週刊ソーサラーの編集学校の習いとして働いている。でもフェアリーテイルを忘れることなんてできなかった。だから記者になったんだ。バラバラになったみんなの情報をできるだけ集めた。この1年ずっとみんなを探してた。もう一度集まるために。今日は大魔党演舞。当然フェアリーテイルは参加してない。優勝者も八百長で決まりそうだった。でもそこで誰も予想できない番狂わせが起こる。新たな挑戦者の出現。その熱量は凄まじく、服だけじゃなく会場も溶けてしまいそうなほどで。何なのこの熱。熱？久しぶり、ルーシー。ハッピー、これって。いやー、夏がどうしても大会の優勝者と戦いたいって言うからさ。久しぶりだな、ルーシー。元気？この時、私の中で声がした。フェアリーテイルはまだ亡くなってなんかいないって。よく釈放されたわね、ルーシー。お前一人で見物してたのか。なんでフェアリーテイルは参加してないの。そっか、知らなかったんだね。フェアリーテイルが解散。はあ。なんでなんでなんで。あんたたちが出て行った次の日。なんで解散したんだ。それが私にも全然わからなくて。じっちゃんはどこにいるんだ。ぶん殴る。いや、髪をむしってやる。おひげは残してあげて。マスターは行方不明なの。他のみんなは、エルゾは、グレイは、それにみんなそれぞれの道を進んでる。信じられねえ。みんなギルドがなくなって平気なのかよ。どうだろう。だってそうだろう。じっちゃんが解散って言っても反対すればよかったんだ。ラクサスあたりが次のマスターやればよかったのに。夏にそんなこと言う資格あるのかな。ああ。夏だってギルドのことなんて考えてなかったじゃない。誰にも相談しないで勝手に旅に出ちゃうなんて。ごめん、夏とハッピーにもいろいろ考えがあってのことだったんだよね。きっとマスターや他のみんなもそうなんだろうな。おお、ここがルーシーの家か。クロッカスに住んでるんだね。こっちの方が職場に近いからね。どうせ泊まるとこないんでしょ。うちに泊めてあげる。おお、神よ。ゴイドルーシー。絶対に物壊さないでよ。それと私の寝室には入らないでね。ハッピー。はい。ギルド亡くなっちまったのか。信じられないね。おし、寝てるルーシーの顔に落書きしに行こう。ペンの準備は完了であります。寝てる寝てる。ナッツ、起こさないようにね。なんだこれ。みんなの居場所すごく細かくメモしてあるよ。目撃情報とか日付とか。ルーシー。
に軍隊がいるのよ。もう嗅ぎつけてきたのか。はい。あんたらの仕業？いたぞ！あいつら犯人だ！なんで私まで？何したのよ、ナツ！フェアリーテイル復活の呪しを上げてきた。目立つとこにド派手にな。大丈夫、炎はすぐに消える炎だから。そういう問題じゃないでしょ。フェアリーテイル復活って言ってもできるって信じてるんだろ。みんなを集めてギルドを復活させるんだ。来いよ。ここにしましょう。行くぞ。ジュラのとこか。腕試しにはちょうどいいな。うん、そのラミアスケールにね、誰がいると思う？何やってんだあいつ。ウェンディ以外にも他のギルドに入ってる人はいるわよ。だって仕事は必要でしょ。そうじゃなくて、なんでステージの上でフォエバーしてんだよ。ああ、これね、ラミアスケール感謝祭、マグノリアの収穫祭みたいなものでね、町の人々とギルドの一体感を高めるお祭りなの。ウェンディを正しい道に連れ戻すぞ。間違ってるわけじゃないでしょ。あれ、そういえばシャルルは？そろそろ来る頃だと思ったわ。ナツ、ルーシー、そしてオスネコ。あら、ごめんなさい。ハッピー。もう二度とあんな恥ずかしいことしません。すごく可愛かったよ。いや、愛されてるね、ウェンディ。ウェンディ、客だぞ。ナツさん、ルーシーさん、ハッピーも。ちょっと背伸びたか？いえ、全然変わってないです。そっか、じゃあ連れて帰るんで。おい、フェアリーテイル復活ですか？皆さんをもう一度集めて。うん、この一年マスターも行方不明、きっと解散の謎に関係してると思うの。マクロフ氏のことは評議員でも問題になってるらしいが。評議員、嫌な響きだ。なくなっちゃったんじゃないの？そっか、あんたたちずっと山ごもりしてたから知らないのね。1年前、聖天大魔道が集まり評議員を再結成したんだ。ジュラさんもそこに。聖天の魔道士が評議員か、強そうだな。じゃあマスターも。そのはずだったんだけど、行方をくらましちゃって。逃げたんじゃねえのか。面倒そうだし、とりあえずじっちゃんは置いといて俺たちと来いよ、ウェンディ。あの、私はラミアスケールの魔導士です。ナツさんたちとは一緒に行けません。ウェンディ、すみません。俺たちに遠慮することないぞ。この時が来るのは分かってた。どういうことだよ、ウェンディ。ウェンディが決めたことよ。無理強いはやめてくれる？シャルル、なんで人間なんだろう。なんで人間なんだ。なんで人間なんだ。これ
変身魔法よ。覚えたの。この姿ちょっとだけ魔力が上がって予知魔法の力が強くなるの。どうかしら、ハッピー。オイラだけ修行して修行してお魚を少し我慢できるようになったよ。何の修行してたのよ。ねえ、ウェンディ、昼間のこと。うん、私はどこにも行かないよ。シェリーさんが結婚して出て行っちゃったもんね。私まで出て行っちゃったらシェリーは一人になっちゃうし。一人じゃないよ。は？私にはラミアスケールのみんながいる。愛するギルドの仲間が道場で一緒にいてもらうなんて友達じゃないと思うな。ギルドの方、民を避難させろ。何の騒ぎだ。見ての通り、モンスターの群れが突然町に押し寄せてきた。魔導士ギルド、オロチノフィン。何年も前からずっと犬猿の中のギルドよ。モンスターを使って襲ってくるなんて落ちたね、オロチノ。きっとジュラさんがいなくなるのを見計らって。感謝祭で油断してるとこを疲れたわね。おのれ、このままでは町が壊滅する。そこを叩きたいが、あの数では近づけない。ソラなら飛びまーす。手を貸してくれるのか。おうよ、燃えてきた。行くぞ、ハッピー。アイサー。ごめんね、ナツ。シェリア。お願い、ハッピー、このまま。あ、はい。私たちでラミアスケールを救うんだよ。うん。ハッピーが誘拐された。すごいモンスターの数。これが全部マーガレットに。町の防衛はリオンたちに任せよ。ナツさんたちもいるしね。私たちはオロチの本体、魔物使いを叩くわよ。ごめんね、ハッピー。ううん、シェリアは軽いよ、ルーシーより。そうじゃなくて、私どうしても自分の力で町を守りたい。取り戻す。
よっしゃ、行っちゃ行くか。カリューのゴール。もう終わりか。暴れたんねえぞ。もう夏ったら勝手に行っちゃうなんて。ルーシー、力を貸してくれ。町に侵入したモンスターを倒さねばならん。うん、任せて。私だってこの1年で強くなったんだから。行くぞ。そうだ、すごいな。精霊を強くするレグレスインパクト。強靭な貴重の姿。ああ、ルーシー・キグリッド。アイスメイクイーグル。よし、これでおしまいだ。見つけたぞ。よくもハッピーを盗んだな。ごめんなさい。ナツ、今はそれどころじゃないの。話は後だ。まずこいつらをぶっ飛ばす。張り切っていきましょう。いいか、泥棒ってのはな。モンスターは全部倒したようだな。リオン、それにルーシー、オロチノフィンは降参したわ。夏のお手柄ね。これで終わり。暴れたりね。十分暴れたよ、ナイツ。私は一人でも大丈夫って見せたかったんだ。でも夏にめちゃくちゃにされちゃった。夏さんだからね。ウェンディは夏と一緒にいなきゃダメだよ。え？愛してるでしょ。え？そんな、私はそういうのじゃないと思う。憧れとかお兄ちゃんみたいな。それも愛だよ。行かなきゃ後悔するよ。ウェンディを愛してるから、フェアリーテールを愛してるから、
ここまで来たんだよ。私素直になって、ウェンディ。ギルドが違っても、私たちはずっと友達。シェリア。友達だよ。長い間、お世話になりました。元気でな、ウェンディ。私も一応礼くらいは言っとくわ。本当になんて言ったらいいのか、私自分勝手で元からそういう約束でうちに入ったんだろ。そうだったのか。フェアリーテイルが復活するまでお世話になるってね。ウェンディもシャルルもフェアリーテイルのこと忘れたわけじゃないんだ。ウェンディは泣き虫だな。待ってフェアリーテイルの復活頑張れよ。グレイによろしくな。そういえば足取りが分からなくなってるのよね。元気でね、ウェンディシェリアも。もう泣いていいぞ。泣かない。私もフェアリーテイルが復活してほしいから。ラミアスケールを後にした私たちはアメフラシの村でジュビアと出会った。そこでグレイがゼレフを崇拝するアバタールに属していることを知る。グレイはフェアリーテイルを忘れ END を倒すことに執念を燃やしていると思ってたけれど、そんなことは一切なく、アバタールを壊滅させるために潜入捜査をしていたんだ。そしてグレイはエルザと連携し、ついにアバタールの真の目的を突き止める。ゼレフの権限、刀身、戦つなぎを召喚し、信者の魂を捧げることでゼレフを呼び出そうとしていたんだ。さて次は、うん、なんだって。行くぞ。どこ行くかな。よし、ここだ。行くぞ。
やれやれ、お出ましか。よし、どこ行くかな。よし、ここだ。なんつうデカさだ。なんなのよこれ。ヤクマ十八頭身の一人を召喚したというのか。これが浄化作戦。ふざけるなよ。仲間の命なんだと思ってやがる。
スメイクアンパード。決戦。これを使う。行くぞ！カット！行くぞ！行くぞ！
扉、アリエス。仲間ってのは同じ目的に一緒に進んでいく同士だ。一緒に笑って、時には支え合って、互いが互いを信じ合えるようになり、そういう絆がいつも俺を救ってくれた。やったー、勝ったわ。もう目の前で誰かを失わないために、俺は強くなる。これがイグニールの炎だ。炎竜王の崩壊。本当に強くなったか。逃がすなよ、こら！ガジルさん？リリーも逮捕って。見ての通り、評議員だ。うにゃばっかにゃ。レビーちゃん、ルーちゃん、噂には聞いてたけど、本当に評議員やってるんだね。久しぶり。ルーちゃんこそ記者やってるんじゃなかったっけ？なんでこんなとこに？レビーとリリーかと、ガジルに似た人。喧嘩売ってんのか、この野郎。いや、あのガジルさんが評議員のわけねえし。不意打ちを探してる時、木のじいさんに誘われてな。ウォロットさんだ。こうしてギルドの上に立つことになった。ちなみにお前も逮捕だ、サラマンダ。目つきが悪い罪でな。お前は格好がエロい罪で逮捕。だ、ジュビアはジトジト罪で逮捕。ジトジト？お前は魚食いすぎ罪。美味しさは罪だったのか。お前はなんか、その存在がなんとなく逮捕だ。え、何ですかそれ。お前は言わなくてもわかるよな、グレイ。俺は甘くはねえぞ。貴様、ガジルに似てるくせに随分と調子に乗ってるな。俺はガジルだ、本物のな。いや、あのガジルさんが評議員のわけなかろう。実は本物のガジルだ。何？本気で偽物だと思ってたの？ならば話は早い。アバタールの浄化作戦を止めたのは我々だ。いや、もっと言えば。分かってるよ。グレイのおかげで俺たちもここまで来れた。感謝している。しかし迷惑かけたことに変わりはねえ。すまなかった。ジュビアはグレイ様が無事ならそれでいいです。俺たちが揃えば無敵。またみんなで一緒に戦えるなんて。少し大きくなったか、ウェンディ。いいえ、全然変わってません。なんかギルドにいるみたいだね。このメンツが揃うとね。こういうの久しぶりだな。さあ、私たちの勝利だ。勝ちどきをあげろ。なんだよ、心配して見に来てみたら
この大群をあれだけの人数で片付けるとはな。かなわねえな。いやー、ああして揃うとやっぱり壮観ですね。はい、プロもそう思うでしょ。あれ、クロッシュがいない。な、何混じってんだ。お前、セーバーのとこのフロッシュじゃねえか。クロム様、なんでこんなとこにいるんだよ。なんでだろう。ああ、あいつ約束破ったな。グレイにフロッシュは殺される。だから約束しろ、お前もフロッシュも絶対町から出るな。こいつ改めて見ると可愛いよな。なんか癒されるな。気持ちはわかるが、その締まりのない顔をなんとかせんか。だってよ、恋がたきですか。新たな、僕には弟がいたんだ。だけど生まれて数年でこの世を去った。僕にはどうしてもそれが解せなくてね、生と死の研究を始めた。そして死者を蘇らすリバイブシステム、時を超える扉、エクリプスの理論を作り上げる。でも魔術学院では死者復活は危険思想だとされ、僕は退学を告げられたんだ。ひどい話だよね。弟は生き返れないと言われて、僕は動揺した。気がつけば学院の先生も生徒もみんな死んでいた。アンクセラムシンがお怒りになったんだろうね。僕に矛盾の呪いをかけた。生命を尊く思えば思うほど周りの者が死んでいく。それを抑えるには生命を尊く思ってはならない。そして僕自身は不老不死にされてしまった。大勢の命を奪ってしまった罪悪感に苛まれ、一方で無限に研究できるという充実感を持っている自分を嫌悪した。そんな思考の迷宮を何年もさまよった後、僕は死にたいと願った。そして魔術の中でも一番の禁忌、生命の構築を始める。それは僕を殺せるほどの悪魔の創造、後のゼレフ書の悪魔、当時はエーテリアスと呼んでいた。魔法を形成するエーテルによって作り出した生命だからね。だけどどの悪魔も僕を殺すには至らなかった。そして最後の意味を込めて作り出したのが君だよ。エーテリアス・ナツ・ドラグミル。作ったなんてひどいよね。君はもともと人間だ。肉体があった。そう、ずっとこの日のために大切にしていたんだ。弟の体を、僕は最強のエーテリアスの創造と弟の蘇生、二つを同時に手に入れたんだ。僕はゼレフ・ドラグニル、君の兄さんだよ、ナツ。君がイグニールの元へ行った経緯や僕とメイビスの関係はまたの機会に話そう。
今日はこれから人に会いに行く用事があるんだ。人なのかな。まさか本当に会ってくれるとは思わなかったよ。やっぱり普段はその姿なんだね。腕の怪我はどうだい、アクノロギア。何の用だ、黒魔導士。君は破壊を望む。しかし消食だ。その気になればこの世界をも支配できる力を持っているというのに、君はそれをしない。君の行動理念は不明な点が多い。運も似たようなものだ。僕はずっと迷ってきたんだ。傍観者でいた。人間につき君と戦うか、君につき人間と戦うか。だがその二極論が間違っていたんだ。人間も君も僕が殲滅する。それが僕の使命だったんだ。待っているのだろう、本気になれる相手を。僕が君を本気にしてあげよう。待っているがいい。ドラゴンと不死者と人間の最後の戦いの時を。うおー、懐かしいなー。1年ぶりだもんね。どうしたの、ルーシー。ギルドはもうこの先だぞ。私、この先へ行くのが怖い。突然夏が現れてフェアリーテイル復活だっていう話になって、私ちょっと舞い上がっちゃって。1年間1回も連絡取ってなかった仲間たちに手紙を送ったの。フェアリーテイルを復活させるためにマグノリアに集まろうって。冷静に考えればみんなそれぞれ自分の道を進んでる。私たちの思いがみんな一緒かはわからない。みんなもうギルドのことなんか忘れてるかもしれないし、私1年くらいで忘れるかよってんだ。カナ、よお、夏ハッピーシャルル。あ、ウェンディ、ちょっと大きくなったんじゃない？いいえ、特には。いや、この1年は私にとっても充実してたね。とりあえずギルダーツでも探そうと思って旅してたんだ。みんな似たようなもんだろ。特に私はガキの頃からギルドにいたからね。突然解散なんて言われても意味わかんねえっつうか、どうやって食っていくのかさえよくわからなかった。まあいい人生経験にはなったよ。みんな違和感みたいのは持ってたんだ。だから連絡する勇気もなかった。それをお前が打ち破ってくれたんだ、ルーシー。来いよ、みんな待ってる。おう、ルシー、手紙読んだぜ。みんな久しぶり。ロメオ、元気だったか。オートじゃ派手にやったんだってな。ナツさんのですね。私も見たかったです。ルーシー、週刊ソーサラー読んでたよ。ルーシーのグラビアばかりだったな。記事も書いてたよ。なんだかんだでみんなルーシーのこと気にしてたんだな。みんな、ただいま。
ギルドここに復活、俺たちがフェアリーテイルだ。一応ギルドを回していくだけの人は集まったが、これじゃ全然足りねえな。この建物も1年放置されてたからボロボロになってるとこありますしね。それに復活を宣言したところで評議員の認可をもらわなければ闇ギルドと同じだ。評議員、そうね、まずはレビィちゃんとガジルを当たってみよっか。あの二人なら復活に協力してくれるだろうし、フェアリーテールに戻ってくれるかもしれない。よし、メンバー全員かき集めて完全復活だ。こんにちは。え、そうですね、よろしくお願いしますね。よし。どこ行くかな。よし、ここだ。さて次は。やめて。必要みたいで手伝ってほしいってことね。それなら私たちがこの1年見回しをしてきたから。本当？さすがレミーちゃん。それとなんだけど、評議員なんかやめてフェアリーテールに戻れ。おい、評議員脅した罪で逮捕するぞ。ガジル、俺もレビーも評議員の仕事中だ、邪魔すんじゃねえ。ごめんね、ルーちゃん。フェアリーテイルには戻りたいんだけど、今すぐってわけには。ううん、仕方ないよ、急なことだもん。仕事終わればフェアリーテイルに戻るんだよな。じゃ、俺たちが手伝ってやれ。さっさと終わらせようぜ。だそうだが、ガジル。仕事さえ終わりゃ文句はねえよ。うん、またみんなで冒険できるね。で、仕事ってなんだ？闇ギルドの取り締まり。違法なラクリマを取引してる闇ギルドを見つけて壊滅させよってね。評議員も結構荒っぽい仕事するのね。タルタロスの一件で評議員に立てつく勢力が増えて、口で言っても従ってくれないんだよ。立て直しのためには荒領事も必要だ。そのために俺がいる。俺たちでしょ。できてる。できてねえ。やってやる。
宝だ。おりゃ、やられる覚悟はできてんだろうな。開け地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする、レグレスインポクト。カリューのデッカーイ。よっしゃ、カプター覚悟はできてんだろうな。よし、開け、この座の扉、リラ。ありがとう。守るぞ。守るぞ。よし、開け、この座の扉、リラ。よし、カリューのデッカーイ。よっしゃ、勝った。
こいつらだ。違法ラクリマをばらまいてやがるのは。久しぶりに勝負しねえか、ガジル。たくさん倒した方が勝ちだ。ギヒ、後悔するなよサラマンダ。俺は評議員だ。一年遊んでたお前とは違え。なんだと、俺だってな。いつものフェアリーテイルって感じだね。あー、盛り上がっちゃってる。これは敵がかわいそうなパターン。やられる覚悟はできてんだろうな。天職だと思ってたんだがな。冗談は顔だけにしてくれ。またよろしくね、レアちゃん。うん、一緒に頑張ろう。そういえばラクサスがブルーペガサスにいるらしいよ。行ってみれば。ラクサスが？なんで？ギヒ、ああ、あれがラクサスか、ホストって。こら、ナツ、笑っちゃ悪いって。聞こえてんぞ。ごめん、ラクサス。私たち、フェアリーテイルを再結成したの、だから。待ちたまえ、諸君。ラクサス君は、ブルーペガサスの一員。勝手に連れて行かれては困る。イチアさん？メン、あなたのための一夜です。じゃ、ラクサスは連れてくぞ。話を聞きたまえ。ラクサス君はこのギルドに借りがあるの。それを返さなければフェアリーテールに戻ることは許されない。おい、俺はそんな。いいじゃないか、最後にこれくらい。最近私の指名が著しく減っている。この原因を調査し解決してほしい。はあ、おっさんの人気が落ちてるだけだろ。そんなはずはない。何かしら原因があるのだ。例えば
悪評を流している不貞の輩がいるとか。そんなことする人いるのかな。やる必要ないよね。わかった。それをなんとかすればラクサスを返してくれんだろ。夏、お前どうしてラクサスはブルーペガサスにいたの。魔導士が仕事をするにはギルドに入ってた方が都合がいい。ただそれだけの理由だ。本当はホストに興味があったりして。帰るぞ俺は。ラクサス君、落ち着きたまえ。我らはギルドは違えど同じ仕事をする仲間だ。喧嘩などせず事件解決のため手を取り合っていこうではないか。イチガ、ここは私のナイスメーンに免じて。ああ、その面もいい加減見飽きたな。早く仕事を終わらせてフェアリーテイルに戻るか。メーン！どこ行くかな。よし、ここだ。犯人なんかいんのか。どうせ一夜の勘違いだ。あ？ほう、これはなかなかのイケメンだ。まるで鏡に映る己の姿を見ている。おっさんが二人そっくりってレベルじゃないし、エドラスの日夜じゃないわよね。おい、あいつ逃げたぞ。くそ、やつが犯人か。おぞ。素晴らしい。ごめんなさい。
追い詰めたぞ偽物。お前が一夜の格好して悪評をばらまいてやがったんだな。人のふりして悪いことするなんて卑怯よ。絶対許せない。こっちは本物でして。あ、ごめんなさい、あまりにもそっくりで。くっ、バレちゃしょうがない。全部お前らの言った通りだ。やっぱり変身魔法だったのね。くそ、あんだけ恥ずかしい思いをして変なことやって回ったのに、なかなか評判下がらんとは。もともと低かったからかな。私のイケメン力を過小評価したな。それがお前の敗因だ、メン。ああ、よくわからねえが、やっちまっていいんだよな。ここは私に任せたまえ。ルーシー・キリオンだ。雷竜の鉄拳。俺の勝ちだ。これでおしまいだな。もう一夜の悪評は立たねえだ。多分。ありがとう、ラクサス君。君のおかげだ。これでラクサスの借りはザラにしてくれるのよね。無論だとも、男に二言はない。よっしゃ、ギルドに戻ったら勝負だ。今度こそラクサスに勝ってやる。なあ一夜、なんでこんなことしたんだ。君はブルーペガサスの家族だ。だからすぐに別れるなんて寂しいじゃないか。一夜、これでラクサスも戻ったし、イラさんたちが見つかればフェアリーテールも完全復活ね。そういや、ミラたちがウェイトレスやってるって聞いたな。ウェイトレス？それは似合いすぎね。よし、次はミラさんたちを探しに行きましょう。じゃあ行くか。
情報によるとこの村にいるらしいんだけど。あ、ミラだ。リサーナもエルクマンもいる。あら、夏にルーシー。噂は聞いたわよ。フェアリーテイルを再結成したんだって。そうなの。だからミラさんにも戻ってほしくて。そうしたいのは山々なんだけど、お世話になってるレストランを辞めるわけにはいかなくて。兄弟3人が一気に辞めちゃうといろいろ大変じゃない？そうかもしれないけど。というわけで食材探しを手伝ってくれない？え、食材？私たちが辞めちゃうとお店に迷惑がかかるでしょ。だからそのお詫びに新しいメニューを考えようと思って。古から伝わるフィオーレ伝説食材を使えばきっと評判になるんじゃないかしら。伝説食材？聞いたことないんだけど。リサーナ、エルフマン、私はルーシーたちと出かけるからお店をお願いね。行ってらっしゃい、ミラネ。こっちは任せとけ、レイシャ。伝説食材ってどんなものなの？伝説食材って言うんだから美味しいんじゃないかしら。え、もしかして知らないで探しに来たの？伝説だもの。でも出回ってないということはその土地の人が誰にも食べさせたくないって隠してるんじゃない？うますぎて独り占めしてるってことか？独り占めね。よっしゃ！
これがイグニールの炎だ。炎竜王の崩壊。アイスメイク混合エクスタイバー。よし、そうな匂いがするぞ。向こうだ。夏、ストップ、モンスターが集まってるわ。何か食べてるみたい。もしかしてあれが。モンスターが夢中になるほど美味しいってこと？それ大丈夫かな。食べてみりゃわかる。行くぞ。こりゃ手抜けそうにねえな。
楽勝楽勝。これが伝説食材なんだね。こら、勝手に食べるな。うん、生でも悪かねえぞ。こっちも食べてるし。これが伝説食材で間違いないよね。じゃあ、帰って試食会をしましょう。食べてみて。うん、それじゃあ一口だけ。ん？何これ、すごく美味しい。苦労して取ってきた甲斐があったわね。出たものは残さず食う、それこそが男。ミラネ、これなら絶対看板メニューになるよ。最後にお役に立てたかしら。それじゃあフェアリーテイルに戻ってくれるの？もちろん。フェアリーテイルは私たち兄弟の家だからね。ミラさん、エルフマン、リサーダ、またよろしくね。ミラたちがいなくなると寂しくなるな。今度はお客さんとして来ますから、店長もフェアリーテイルに遊びに来てください。ああ、遊びに行くよ。みんな元気でな。みんな、ただいま。よう、三人一緒だったか。カナもみんなも変わらないわね。ギルドもだいぶ賑やかになったね。ようやくフェアリーテールらしくなってきた感じする。エルフマン、久しぶりにやろうぜ。強くなったのは夏だけじゃ。男なめんな。お、喧嘩か。若くていいね。エルフマン、頑張って。うるせえぞ、てめえら。グレイ様もやるならジュビアも行きます。逮捕だ。せっかく直したギルドが。ほんと、にぎやかになったものね。表へ出ろ。暴れ足りんのなら私が付き合ってやる。ゲ、エルザ。夏、男の勝負はまた今度だ。おう。こいつらをまとめられるのはエルザしかいないな。ほら、待てい。捕まるもんかよ。オーニさん、こちら。賑やかな日常が戻ってきた。見慣れたいつもの風景、そして喧騒。ようやく思い出す。ここが私たちの家なんだと。ようやくここまで来たな。ギルドのみんなで頑張りましたから。いろいろあったけど、これで全部元通りね。まだだ。お、まだ足りねえ。待つ。そうだな、大切なもんが抜けている。それってギルドマスターだ。お、とってじっちゃんだって誓ったはずだ。ここに戻ってくるって。そうよ、マスターが誓いを破るわけないもん。フェアリーテイルにはマカロフさんが必要です。帰ってこないならこちらから迎えに行くほかあるまい。そうと決まりゃ出かけっぞ。いや、仕事だ。マスターを探し出して連れ帰るよ。
あよし。おいおい。ああ。なるほど。ああ。え？ちょ。いや。そうか。そうだな。よし。にしてもまた同じ家に住めるなんてラッキー。大家さんも元気そうだし、みんなも女子寮だったり家が残ってたり、まあ中には新たに家を見つけたりの人もいるけど、住むところは落ち着いたみたいね。みんなどうしてるかな。おかえりなさい。なんか懐かしい。お、やっぱりこの部屋だったな。分からずに入ってたんか。人が住んでたらどうするつもりだったのよ。安心しろ、一目でルーシーの部屋だと分かったぞ。何せあそこに脱ぎ捨てられていた下着も。ああ、見ないでよ。ま、久々にここに集まったんだ、ゆっくりしていけよ。あんたが言うな、私の部屋だから。はあ、変わらないな。ああ、ふん。ほう。ふん。ああ、そうだな。なんだって。
うん。どこ行くかな。よし、ここだ。なるほど。燃えてきた！手応えがありそうだ。行けぞ！別流王子、シャ
し、開け四地球の扉、レオ。愛が精霊を強くする、レグレスインパクト。アイスメイク、アイスメイカー。ゲッセン、そうか、カリューの絶叫、フォトンスライド、そうか、たあいもない。
なんという男。よし。おお。
切られたいものからかかってこい。行きます。任せて。行こう。アイスメイク、アイスブリンガー。天竜の翼に スタートです。はぁ、行くわよ。これで決める。いっけ。さて、メイクフロア、ルーシーキリーク。カソン、ミニティーソード。いや、グレンカリュウス。楽勝楽勝。そうか。また来てくださいね。帰ってきたぞ。調子いいね。負けられん。大きなため息ついちゃって。ミラさん、今さら大魔党演武のことを思い出してたんですけど、私みんなの足引っ張ってばっかりで全然活躍できなかったなって。相手も悪かったし。でも私悔しかって。まあまあ、落ち込んでないで気分転換にお仕事でも行ってきたら。ほら、この依頼なんかいいんじゃない？そうします。頑張ってきてね。
どうしたものか。あれ、エルザ、どうしたの？何か悩み事？実は、こんなものが私宛に届いてる。手紙？わあ、かわいい便箋ね。誰から？それが、送り主の名前が書いていなくてな。ギルドに届いていたらしいのだが。どんな内容だったの？読んでもいい？何？親愛なるエルザ・スカーレット様、あなたにどうしても伝えたいことがあります。あの時は言い出せなかったものの、気持ちの整理がつき、素直な気持ちをあなたに伝えたい。あなた一人で以下の場所まで来てください。これってラブレター？やはりルーシーもそう思うか。だってこの文面どう見たって。へえ、エルザにラブレター？こりゃ一大ニュースだ。おい、みんな聞いてくれよ。待て、まだそうと決まったわけでは。あの時言い出せなかったってことは、エルザと面識があるってことよね。こんな可愛い便箋を使うなんて。相手は女の子だったりして。ま、エルザは女子にも人気あるんじゃねえか。戦ってる時は男みてえだし。それはどういう意味だ。いや、かっこいいってことだよ。でも本当に誰が送ってきたのかしら。日時と場所も指定されてるけど、どうするの、エルザ。まあ、わざわざ手紙をよこしてくれたんだ。行かないのも不誠実だろう。私もついて行っちゃおうかな。どんな相手か気になるし。ダメだ。手紙にも私一人でと書いてあるだろう。お前たちはついてくるな。ちぇ、じゃあ帰ってきたら結果聞かせてよね。それは会ってみてから考える。ねえ、ちょっとお使い頼まれてくれない？酒場で出す料理の材料がなくなっちゃって。はい、これメモ。よろしくね。
が生命を強くするレグレスインパクト。さてアイスメイクコールドエクスタイバーフォトンスライト。張り切っていきましょう。アーブス開け地球の扉レオ。愛が精霊を強くするレグレスインパクト。なかなかやるでしょ。
こ行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。ものからかかってこい。よし、どこ行こうかな。ここにしましょう。気をつけていきましょう。ああ、
何？うん、負けられんな。頑張ってるわね。あくそ、どうしたもんかな。どうしたの？何か悩み事？ルーシー、あ、そういやお前、週刊ソーサラーって雑誌知ってるよな。もちろん、いつも読んでるよ。それがどうかしたの？そこで俺の特集を組みたいらしくて、取材の話が来てよ。復活氷のイケメン魔導士って題名らしいんだが。うわー、すごいじゃない。そういえばグレー、よくシューソラのイケメン魔導士ランキングにも入ってるもんね。いや、正直柄じゃねえっつーか、断ろうかと思ってるんだが。もったいない。ただ向こうさんから誰か代わりを探してくれないかって泣きつかれてよ。どうしたもんかと。え、じゃあ私が立候補しちゃおうかな。いや、お前はダメだ。え、なんでよ。復活、イケメンの2つは抑えてほしいらしい。復活はつまりうちのギルドの誰かってことだ。じゃあうちのギルドのイケメン、誰かいねえかな。これも違う。違う！私の求めるパルファムはこんなものではない。やはりこの至高のパルファムを完成させるにはあの花が必要なのか。しかしあれは森にごく稀にしか咲かないという。どうやって手に入れたものだろうか。あれ、どうしたの？ずいぶん声の大きな独り言だけど。新しい魔法の開発をしてるらしいわよ。でもなかなかうまくいかないみたいね。なんでうちのギルドに来てまでやってんのかね。必要な素材がこの辺りで取れるんじゃない？